フィールからまずは紹介してください。はい、マーク・ジョンソンは、ワシントン DC 出身の年齢25歳ですね。サウスポーで非常にパンチのある選手です。ニックネームはトゥーシャープ、あまりに鋭いっていうニックネームですね。はい、31戦30勝 23KO1 敗。まあ93年ですね、後に WBO の世界フライ級チャンピオンになるメキシコのアルベルト・ラトン・ヒメネスに12回判定勝ちですね。これはその、まあ、金星だったんですよね。実力評価されました。昨年5月フランシスコ・テードルのですね、1ラウンド KO 勝ちで空位の IBF 世界フライ級タイトルを獲得して、このタイトル一度防衛してますね。まあこの選手はですね、体は大きくないんですけど手が長くてですね、非常にスピードがありますね。最近本当にちょっと倒しちゃ気味になってですね、ボクシング荒くなってるんですけれど、その凄みは増してますね。はい、サウスポーです。はい、浜さん、はい、このマーク・ジョンソンというと、なんてもあのテードル戦ですよね。衝撃ですね、あの KO は。あまりにもあの一発のパンチの鮮やかですよね。まあフライ級であれぐらいのパンチあればもう誰でも倒れるだろうというパンチ持ってますけどね。ただ初防衛戦で長引いた試合を見るとですね、案外アラもあったなというふうに思いましたけどね。ああそうですか。はい、はい、さあ今日は2度目の防衛戦になるんですが、まあなかなかの強敵と言えるかもしれません。メキシコのアレハンドロ・モンティエルです。お願いします。はい、この選手はメキシコのロス・モチス出身ですね。年齢は同じく25歳。戦績がですね、35戦33勝 22KO2 敗。93年ですね、エドワルド・ラミレスにですね、10回失格勝ちして、そのスペイン語圏の、ジュニアバンタム級タイトル獲得してますね。その後ですね、94年ウーゴ・トーレスに勝ってですね、米大陸、コンティネンタル・アメリカスフライ級タイトル獲得して、このタイトルヨド防衛してます。まあスピードテクニックのあるそのボクサータイプでですね、まあしぶとい選手ですね。はい、はい、さあ浜さん、この試合はどの辺に注目されますか。はい、まあやっぱりチャンピオンのマーク・ジョンソンなんですけど、一発目当たれば強いですよね、この選手は。ただその一発目仮に外された場合、さあどういったボクシングで組み立てられるかなという総合的なところを見たいですね。なるほど。はい、さあそれでは早速ご覧いただきたいと思いますが、なお放送時間の関係でこの試合はハイライトでお送りしてまいります。マーク・ジョンソンとアレハンドロ・モンティエルが対戦します IBF 世界フライ級タイトルマッチ。この試合は2月の10日、アメリカカリフォルニア州イングルウッドにありますおなじみのあのグレートウェスタンフォーラムで行われたものです。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ、マーク・ジョンソン対アレハンドロ・モンティエルの一戦です。Introducing to you first on my left, the challenger fighting out of the red corner. He is wearing white trunks with blue trim, hailing from Los Mochis, Sinaloa, Mexico. He weighed in at the flyweight limit of 112 pounds. His fine record includes 33 wins, only two losses, with 22 of his wins coming by way of knockout. Please welcome the challenger, the IBF number 9 ranked flyweight contender in the world. Here is Alejandro Alex Felix Montiel. 挑戦者はメキシカンです。アレハンドロ・モンティエル。And his opponent across the ring, presenting the world champion on my right, fighting out of the blue corner, wearing multicolored trunks, hailing from our nation's capital of Washington, D.C. He weighed in the same as his opponent, 112 pounds. His outstanding record stands at 30 wins, only one defeat, 23 wins coming by way of knockout. Tonight, making the second defense of his title, please welcome the world champion, the defending IBF flyweight champion of the world, introducing Mark Too Sharp Johnson. これが2度目の防衛戦です。マーク・ジョンソン IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦。Referee in charge now to give instructions. アメリカカリフォルニア州イングルウッドにありますグレートウェスタンフォーラムで行われます。 Stop what you're doing when I tell you to break and want you to break and break clean. Protect yourselves at all times, obey my commands at all times. Let's do it.これが両者を比べたものですが、マーク・ジョンソンが小柄でして160センチ、モンティエルはおよそ170センチです。まあ、これ IBF ルールですね。まあ、スタンディングカウントありません。そしてスリナクナルールが適用なしですね。バッティングが偶然のバッティングが起こった場合ですね、半分以上過ぎてた場合、6ラウンド終了以降はですね、スコアカードですね。それまではその引き分けになります。ということは
バッティングした場合はチャンピオンの方が有利ですよね。他のタイトルマッチ、WBC、WBA、そのタイトルマッチだったら4ラウンド終了までは引き分け、はい、4ラウンド以降はスコアなんですけどね。はい、わかりました。さあ IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦シロン・トランクスがメキシカン挑戦者です。モンティエル見事ってきました。このフライ級におきましては初の黒人チャンピオンのマーク・ジョンソン右を出していきます。マーク・ジョンソン96年の5月、昨年になります、フランシスコ・テヘドールに1ラウンドノックアウト勝ちで当時空位だったタイトルを手に入れました。その後一度防衛に成功しています。シャープな右を出していきます。ニックネームがトゥーシャープ、チャンピオンのマーク・ジョンソン。積極的にジョンソンが手を出していきます。メキシコのフランシスコ・モンティエルっていう選手なので、一時期日本に所属して仙台モンティエルって言ってましたけどね、はい、まあ、あれのファミリーですよね。サウスポースタイルから右マーク・ジョンソン非常にスピーディーです。そして浜田さんは、はい、エキサイティングなボクサーと言ってもいいですかね。まあ、このクラス、まあ、フライ級で思いっきりパンチ力を振るっていうのはパンチを思いっきり振るっていうのは魅力的ですよね、まあ、本当にこの最近フライ級軽量級で軽量級離れしたといいましょうか、まあ、ハードパンチャーが多くなりましたね。そうですね、全体的に多くなりましたね。軽量級は今まではスピードの競技だったんですけどね、やっぱりパワーがみんなつくようになりましたね。そうですね、スピードだけじゃ勝てないっていうクラスになってきましたね、はい、うん、ちょっとスピードに押されているような格好でしょうか。モンティエル残り30秒です。第1ラウンド右を打ち下ろしていきます。メキシカンアレハンドロ・モンティエル左を出しました。浜田さん、やはりスピードではチャンピオンでしょうかね、うん、ここまでは。そしてやっぱり一発のパンチも速いしですね、当たればというのはチャンピオンありますね。そうですね。おっと、やはりスピードありますね。ただですね、マーク・ジョンソンがモンティエルをいかに警戒しているかっていうのは1ラウンドの目の戦い方でも分かると思いますね、はい、まあ、まあ1ラウンド目はこれマーク・ジョンソンですね。マーク・ジョンソンです、はい、まず毎回1ラウンド目終わって採点基準なんですけどね、有効なクリーンヒットが第一、その次が、攻撃を伴った構成、今の可愛かったですねそして防御技術、そしてペース支配ですね。これでできるだけ10対10つけずに、ラウンドを振り分けていこうというのが世界的傾向です、はい、浜さん、ずいぶんマーク・ジョンソン、はい、こちらチャンピオンの方なんですけど落ち着いた表情を見せてますね、はい、まあそうですね、1ラウンド終わって相手の出方、パンチ力、まあパンチを食ってないんですけど、大体分かったと思いますよ。まあ、このクラスの他のチャンピオン、まあ、WBC の方はユーリ・アルバジャコフ選手ですね、はい、そして WBA の方は先日井岡選手と対戦しましたホセ・ボニージャですね、で、まあ、WBA っていうのはカルス・サラサル、まあ、川島選手とも戦いましたけれど、おおと、ちょっと右で引っ掛けましたか、引っ掛けたんですけどダウンは取らなかったですね、はい、もう少しナックル当たってるとですね、きちんと拳の面が当たってるとダウン取られてもしょうがないんですけどね、あれはちょっと巻き込んだ形ですからね、はい、第2ラウンドに入りました。 IBF の世界フライ級タイトルマッチです。12回戦ボディに左のストレートを打ち込んでいきます。さあ、ようやく腰の入ったパンチが出始めますか。モンティエルフライ級のランキングは9位です。25歳のモンティエル、
モンティエルはあのプロ19戦目にあのアントニオ・ピピノ・ペレスにノックアウト勝ちしてですね、メキシコのジュニアフライ級チャンピオンになってるんですね。で私の選手のガンボア・小泉というのはその負けた方のアントニオ・ペレスにノックアウトされてるんですよね、ラスベガスで。ところがそのピピノ・ペレスはですね、あの去年ですかね、ちょっと待ってください、これちょっとエキサイトをしました、ね、それをちょっと抑えたようです。はい、すみません、はい、ピピノペレスはですね、そのリング外でですね、そのトラブルありましてピストルで撃ち殺されたんですね。そうですか。ああ、起こされてしまいました。モンティエル、いいコンビネーション、素晴らしいコンビネーションを見せます。マーク・ジョンソン、スピードが伴っています。モンティエルはこれが初めての世界挑戦。ちょっと荒っぽくなってきましたか。マーク・ジョンソン、警戒します。挑戦者のモンティエル、フェイントをかけ合います。このチャンピオンのマーク・ジョンソン、体は小さいんですけどシャープですね。本当にニックネーム通りですね、トゥーシャープですね。相手にとっては本当にシャープですよね。5フィート3インチですが160センチです。リミット112パウンド、両者ともこの試合は一緒です。112パウンド、 50.8キロ。もう日本の平均的なボクサーの体格じゃジュニアフライ級ですよね。まあ原力がないんでですね、これだけその元気なボクシングができるんでしょうけどね。おっと、今よけての左のカウンターに狙いましたけど、あれは得意なんですね。第2ラウンド終了です。このラウンドはどう見ましたか。このラウンドも、あの構成を取ってたのはマーク・ジョンソンですね、はい、10対9です。ただしですね、そのモンティエルというのはやっぱりメキシコの選手得意でブロッキングがうまいですね。グローブで全部パンチ弾き落としてますね。落とすような感じでアドバイスを与えています。単発でなしに、スリーパンチコンビネーション、その3発当てていけ、ワンツースリーですね、持っていけって言ってます、ね、こちらは挑戦者コーナーです。あれだけの浜田さん、はい、スピードあるチャンピオンに対抗するためにどうですか、何かこう練ってきた感がありますか。まだそんなに打ってないんですね、今打つとどっかガードが空きますから、そこをスピード負けして、打ち込まれてしまうっていうんで、今ガードを締めてる最中ですよね。そして相手のなんていうんですか、パンチの速さに慣れさせようという感じありますよね。さあ積極的に今度は挑戦者は左を出していきます。距離が詰まりました。おそらくマーク・ジョンソンの前半は強いだろうからっていう警戒感もあると思いますよ。ほうほう、前半はセーブしておいて、だんだん慣れ次第に打っていこう。なるほど、中盤以降後半勝負という感じなんでしょうかね。そうすると大体相手のスピードの速さ、慣れにも感がつかめますからね、はい、大体メキシコの選手というのはサスコあまり苦にしませんね。あ、何か理由があるでしょうか。やはりその左フックの名手が多いっていうのも一つの理由だと思うんですけどね、まあ、思い出すのはピピノクエバスが辻本昌司さん、その金沢ですかね、ノックアウトした試合なんか右をちょこんと出して左フックを思い切り切り返すパンチと、チャベスもサウスポー殺しはうまかったですね、右パチンと頬に当たります。チャンピオンのパンチ、まあ、メキシカンという打ち合いに強いですよね、それでボディ攻撃がうまい、そして左フックの使い方がうまい、そしたらこの3つっていうのはですね、サウスポーに有効なんですよね。メキシカン全体がサウスポーに比較的強いということですが、この挑戦者もメキシカン、アレハンドロ・モンテール25歳です。ボディーか、
浜田さん、モンテールも決して遅い選手ではないようですよね。だんだんあの相手のスピード上がってきたんで手を出してきましたよね。動き始めるとさすがにいい動きを見せ始めます、モンテール。まあ、かといってあの同時に打っていくとやっぱりまだチャンピオンの方が早いというんで、同時には打てないですよね。まあ、このモンテール後手には回ってますけれど、その的確にブロックしてますね。おっと、ちょっとトリッキーな動きがマーク・ジョンソン目につき始めました。左合わせましたが、ちょっと変わった。チャンピオンマーク・ジョンソン、なんかチャンピオンがずっとかがみ込んだような、前に倒れるような格好になりましたね。まあ前にかがんで、そして長いジャブを顔面に打ってますよね、下から突き上げる形の左、いきなり左持っていました、チャンピオンマーク・ジョンソン。ここでゴングです。第3ラウンド終了です。このラウンドもチャンピオンですね。あのメキシカンがですね、ブロッキング、グローブ使ってパンチをその殺すのがうまいっていうのはですね、一つこういう理由があると思うんです。日本の選手は非常にシャドーボクシングやりますね、はい、まあ、自分 です、ね、体を動かすんですけど、メキシコ選手全般的にそれほどシャドーボクシングやらないんです、その代わりにグローブつけてです、ね、ペアで です、ね、日本でいうちょっとマスボクシングに近いそのボクシングをよくやるんです、はい、で例えばワンツーだったらワンツー、それで受けてはブロックして、それで受けて今度またワンツーですね。あずみはワンツー左フックです。それで片方は受けて、それでワンツー左フック返す、はい、それでポジションを変えて、そういう練習を基本練習でよくやりますね。だから一人相撲って言いますか、もう考えもなしにシャドーボクシングも手出してだけよりはですね、グローブつけてそういう風にさせた方がブロッキングは上手くなりますね。はい、このテレビの解説者も向こうサイドは30対27ですから、ここまでは全てチャンピオンということになります。与えているようです。第4ラウンドに入りました。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦。あ、積極的に挑戦者が出てきます。出てきましたね、さあそろそろ分かったということでしょうか。右から左を大きく振った。シオン・トランクスが挑戦者、メキシカンのモンティエル。マーク・ジョンソン2度目の防衛戦、鮮烈な KO でこのタイトルを手に入れました、マーク・ジョンソン。チャンピオンと挑戦者、お互いに25歳同士です。お互いフェイントかけてるんですね、肩で打つぞ打つぞって言ってですね、その相手の気先制して逆のその左から打っていったりするんですね、はい、またいきなり左アッパーからいってきます。またさあ3つ続けました、マーク・ジョンソン。これもです。あーっと全部くぐった。まあ今チャンピオンリズム持ってますね、低いですか。ローブロー、ローブローですね、ローブローです、ローブローです。ボーイングが湧き上がっていますが、さあこれはちょっと低かったですね。減点、減点ですか。今ちょっと休憩取ってますけど、減点ですね、減点です、ね、です。挑戦者アレハンドロ・モンティエルに減点です。完全ローブローですね。これはちょっと低いですね。十分な休憩時間を与えます。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、さあ大丈夫のようです。時計を回せという合図でしょうか。中に入っていきます。ショートレンジの打ち合いを望んでいるようなモンティエル。このモンティエルは、まあ、右アッパーから入りましたけど、かなり強引な打ち方で、いい打ち方ですよ、はい、右のストレートから相手のパンチはもらっていません。ラッキングしてちょっとずつ下がります。左フック合わせます。モンティエルボディを打ってきた。左ストレート、チャンピオン、チャンピオンの左、今度は右ボディです。上下の打ち分けします。
相手のボディーブローは全部ブロックしています。チャンピオン、おっと左フック突き上げました。アッパーでしょう。いや、アッパーですけど、今いい角度で入ればダウンもありそうな、はい、おまたこれアッパー、左です。左今もう浅いですから、もう少し深く、おナイスパッチ。左、あ、体を突き合っての打ち合いです。この抜いてる打ち合い強いですね、これを望んでいたようです。さあ、チャンピオンの動きが止まりました。おっとおっと、レフリーがですね、ちょっと話したんですけど、まあ、レフリーの力が強いんで、ごめんねって言ってますね。ごめんね、ごめんねって言ってますね。レフリーが突き飛ばしたらダメですよね。時を止めました。こんなふうに100キロぐらいあるでしょうけどね。それでは館内メキシカンからあれコインとかですね、抗議のあれ飛んできますね。フェアであるべきレフリー、まあ、あれは偶然なんですけどね、あのちょっとブレイクの時にですね、なんか力の強いレフリーっていうのはその考えないといけないですね。ブレイクの時にあんまりこうして強くするとですね、一方が吹っ飛んでしまったりすることもありますから、ね、はい、左また左ナッパーをこれ使います。ちょっとチャンピオンが回復したか、あとわずかです。この時計が合っているならば、相手が打ってきた時にボディアッパーですね、浅いんですけど、ずいぶん多いんですね、チャンピオンは。ですね、あ、この大きい手を出す前にゴングが鳴りました。第4ラウンド終了です。あ、リングサイド湧き上がっています。これローブローの減点を取られたところです。これマイナス1ですね。これちょっと覚えておきましょう。そしてこのラウンド全般あの吟味するとですね、お互いいいパンチありました、はい、しかしですね、その左アッパーですね、より効果的に叩いてたのはそのマーク・ジョンソンだと思います。まずポイントとしては10対9、そしてマイナス1がありますから、トータルでは10対8になりますね、はい。この試合はハイライトでご覧いただいています。続いて第7ラウンド、失礼、第8ラウンドです。この試合はハイライトでお送りしています。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、シロン・トランクスは挑戦者アレハンドロ・モンテール、減点もありまして、そして形勢的にもチャンピオンが優勢に進めているんですが、小泉さん、お伝えすることができなかった間のラウンド、どんな展開だったのか。やはりマーク・ジョンソンがですね、リズミカルにそのボクシングしてまして、それでパンチを集めてますね、はい、ただモンテールも打たれっぱなしでいまして、手を出し始めてきてますね、右のボディアッパー、そして左のストレートも入ります。右をよく今度は使い始めていますマーク・ジョンソン。山さん、いきなりの左アッパーをよく使っていますが、かなり、あっとまた引いた、ね、続きます。これは、まあ、レフリーが止めるのを待ってたところ、止めなかったですね。レフリーはそのまま続行させています。また引いた、左合わせました、いいカウンターです。ちょっと引くんですね、いや、ローブローカー引かったみたいですよ。ローブローカー、カウントを入れてません、ローブローです。ちょっとモンティエルのパンチが低く低く、この試合入っています。休みなさいということでしょう。今の場面ですね、ちょっと当たったところをよく見てないとダウンにも勘違いしますよね、はい、だからボクシングやはりですね、一発目低かったですね、その後ですね、レフリー影になったんじゃないですかね、まあ、だけどあのぐらいひどいローブローだったら見えますけどね、まあ、アピールっていう、あるいは演技っていうのもやはり戦う上で大事ですね、はい、それとこうしてセコンドですね、ローブローだっていうのをですね、的確に大きな声でレフリーに気づかしめないといけないですね、敵地なんか行ってですね、ローブローで倒されてそれでカウント取られたりすることありますよ、はい。この第8ラウンドも減点を取られました。挑戦者アレハンドロ・モンテール、同じローブローによる減点です。ギラッパー、これをよく使います。今度は左アッパーを本当にこの試合マーク・ジョンソンよく繰り出します。あれだけアッパー出すんですからね、モンテールはこうね、右のショート打てばいいんですよ。空振りした後すぐその右のショート打って左フック返す。ただですね、それできなくさせてるのはやっぱり
チャンピオンマーク・ジョンソンスピードがあるからですね。相手のパンチを止めておいてその後一発二発返しました。チャンピオンマーク・ジョンソン。どうもスピードについていけません。モンテール、なんとかこの動きを止めたい。打ち合いに持ち込みたいモンテール。30秒あります。捉えることができるか。アレハンドロ・モンテール36戦目です。初めて掴みましたこの世界挑戦。パチンと右を開けます。入ってくるところタイミングの取り方は荒っぽい割のうまいですね。チャンピオンですか。はい、そうです。第8ラウンド終了しました。このラウンドは、挑戦者にまたまたローブローの減点があります。まあ、さっきと同じパターンですね。まず10対9そして挑戦者、マイナス1がありますから合計すると10対8になりますね。はい、マーク・ジョンソン、まあ、浜さん、あのアッパーの出し方といい動きといいかなり特徴的な選手ですね。これだけフライ級に強引に一発で決めようというパンチを打つ選手はあんまりいなかったんじゃないですかね。まあ、フライ級での戦績は30勝のうち23の KO 勝ち、ノックアウト勝ちがあるんですからね。やっぱりこれは大したものでしょう。まあ、相手という一概にも言えないかもしれませんが、まあ、さっきの左ラッパーのボディーブローのカウンターなんかですね、あの長い距離からのカウンターというのはよっぽどなんていうんですかね、自信ないと打てないんですね。そうですね。ああいうのを打つと自分がストレートのカウンターを恐らくありますからね。はい、第9ラウンドです。両者それぞれ同じような汗をかいているようです。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦。距離を置きます。モンティエル一方相変わらずよく右を出していきます。マーク・ジョンソン、鼻っ柱です。また今度は左のストレート、時折怖い左を織り交ぜてきます。マーク・ジョンソン、おっとこれはブロックしましたけども、ちょっと低いぞというアピールでしょうか。ジョンソン、ボディ打ちます。ジョンソン、今のボディなんかうまいですね。今度は左から右、ボディ2つ、ネソディまた、うん、入ります。また空いてるところ狙いすましていきます。アッパーのうまい選手ですね。また1人、お左が当たりました。あの左が当たると面白いですけどね。あチャンピオンの動きが止まります。左ラッパーを打つときに左ラッパーを組みましたけど、あれが危ないところなんですよ。強いパンチを当てることができるか挑戦者。これを望んでいるんですが、また引くか。聞いてますよ。見えなかったですね今。ロブローか。あそこでロブローするのは自分にとってもったいないですよ ね。ちょっと私低いように見えたんですけれども、これは減点になりますか。また注意だけか。注意だけのようです。振り回します。左右両方振り回しました。アラハンドのモンテール聞いてますよ ね。さあ今がチャンスで す。挑戦者左チャンピオンパンチ突き上げます。モディを打ちます。アートンチャンピオン右、これモンテール左右アートン、さあボディを打ちます。徹底してモディを打ちます。モンテールパーフですね。追いかけます。マクジョンソン下がり始めましたね。はい、さあまたあと30秒あります。ここでチャンスです。挑戦者、ラウンド中に自分で考えてですね、ああして距離使って足を肘を使った。肘を使いました。
わざとやりましたね。以上アピールしています。今2発ほどあったんじゃないでしょうか。頭がまた当たりました。エキサイトします。しかしこのラウンドはまもなくゴング。あの踏み替えて左フックっていうのもメキシカンよくやるんですよね。第9ラウンド終了です。肘がちょっと我慢できなかったようです。アピールしています。肘打ちじゃないかって言ってるんですね。一発目はやはり肘のように見られました、ね、見えます、連続でですね、あの故意にやったパンチですね。これはね、ですよ、そう見えますね。この後も確かもう一回あります。あ、これは肘ではないかもしれませんね。これですよね、明らかなのは。さあまず小泉さん、採点を。私はモンティエルのラウンドですね。あ、そうですか。さっきのラウンドですね、その相手に与えたダメージ有効度っていうのを考えるとですね、モンティエルのそのあのローブローする前のあの連続攻撃ですね、これガクンと来てましたよね、そうですね。さあ第10ラウンドです。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、チャンピオンの2度目の防衛戦。このフライ級初めての黒人さん、チャンピオンマーク・ジョンソンの2度目の防衛戦です。右のストレートが入りました。シロン・トランクス挑戦者、メキシコのモンティエル。さあ先のラウンド、またあの再現を作ることができるか、そして倒すことができるか、モンティエル。右を入れてきます、モンティエル。右のストレート、もう少し距離を詰めたい。少しずつ入っていきます。プレッシャーをかけるモンティエル。ここを下げて抜けようというチャンピオン。ミルスルト、ショートで打っていきます。小野さん、ここまでのこのラウンドの流れはどうですか。まあ、あのチャンピオンの方が少し、ペースを変えたいやり方ですね。あの打ち合うとモンティエル強いなっていうふうに感じてるんですね。先ほどのラウンドを引きずりたくない。そうですね、それで流れを変えたいチームですね。もう右パーンと持っていきます。ですから打ち合いから今度はあのボクシングに変わってきますよね。真正面の打ち合いじゃなくて、もう明らかにボクシングをするというふうになってきましたね、はい、ボクシングある程度距離を取って戦うということですが、チャンピオンのマーク・ジョンソン、ボクシングさせたらうまいですね、マーク・ジョンソン。荒いところはありますけど、結構重さ持ってますよ、はい、カウンターの右ですかね、はい、また右持ってきました。今のランドはサウスポーの基本に忠実なボクシングですね。右を入れて、右に動いていきます。右に動いて、相手が打ってくるところを、はい、今度右クースですね。あれでよくノックアウト稼いだのは、その、武蔵中野さん、そしてライオン古山さんですね。まあ、フェルペドランザ倒したようなああいうミーフックで出てくるとカツッとミーフック合わせるんですね、カウンターになって相手もう横倒しになって倒れましたよね。あ、ボックスをします。ボクシングチャンピオンのマークボクシング、ジョンソン、あと20秒。あっと、ボック当たったか、頭か。しぶといって最初紹介しましたけど、しぶといでしょう。そうですね、メキシカン、あの一般的にしぶといですよね。タフというかガッチリしてますね。それでこういうワルがいるんですよもうレフリー見えなければですね、その肘を使ったり左フック打ってですね、それで巻き込んで打って、それで空振りしたら肘が当たるような打ち方したりですね。またメキシコのトレーナーそういうことを教えるの好きなんですよね。暇なんでしょうね。だから日本のトレーナーやっぱりフェアなんですよ。そうですね、だからこういう反則技もあるんだぞと、使わないまでもこういうこと知っといた方がいいぞっていうのはですね、
やはり敵地へ戦いに行ったりですね、そういうことをするやっぱりそれしぶとさの一つの源だと思いますね。はい、さあジャッジの方はどうでしょうか。10ラウンド目、いやもう文句なしにマクジョンソンのボクシングポイントですね。はい、さあ11ラウンド目、ミノスレートを追っていったアラハンドロ・モンテーロ、 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、アメリカカリフォルニア州イングルッドにありますおなじみのグレートウエスタンフォーラム。このラウンドも離れて戦おうということでしょうか。ジョンソン、まだまだスピードはあります。こうはっきりと離れられてしまうとついていけないような感じがありますね。モンテーロはですね、打ち合いのタイミングになってきたわけですよ。はい、まあ、今までの試合は分からないですよ、この試合に限っては、それをずらされたんで今タイミングずれてるんですね。相手の射程外してるんですね。先ほど9ラウンド目、相手にいいラウンドを作らせてしまったので10ラウンドタイミングを変え始めました。それがこのラウンド生きています、マーク・ジョンソン。まあ、ウィルフレッド・バスケスがですね、ムグルマ・タケヤ選手と戦った時に前半その接近戦で打ち合ってたんですね。ムグルマ選手しぶといんで途中からアウトボクシングに切り替えましたけどね、そのセコンドに言われて切り替えられるっていうのはやはりそれだけそのボクシングの能力あるっていうことですね。なかなかそうはいかないんですね。インファイトしててですね、急に足使えって言ってですね、足動かない場合がありますね。ただボクシングしてて行けって言ったらそれはいけます。ちょっとコミカルな雰囲気を見せましたチャンピオンマーク・ジョンソン。相手は心理的にも揺さぶろうということでしょうか。この左をよく出します。また出し始めました。なんか今のは練習中の左葉っぱでちょっとぎこちないですね。打ち方がちょっと半歩バックステップしてアッパー、左を狙っていましたか。右を出します。半歩バックステップしてアッパーっていうのはファイティング原田さんが斉藤勝夫選手と戦った時に練習してたらしいですね。そのラストラウンドでそれが出てダウン取って勝ったんですけどね。ポイントのリードも明らかに持っていると感じ取ってのマーク・ジョンソン、そういった戦い方でしょうか。11ラウンド目終了、右腕を突き上げました、ね、このマーク・ジョンソンというのはいろんな芸持ってますね。そうですね、ボクシングもできる、それでインファイトもできる、で左右アッパー攻撃もできる、そして先ほどのラウンド10ラウンド目本当ボクシングしきったですね。ちょっとラウンドガールが出たんです、ちょっとコメントが止まりましたけど。あ、そうなんですか。セコンドの声を聞いてるのかと思いました。まあそう、まあ、やっぱりマーク・ジョンソンのキャパシティのですね、はい、まあ、大きさっていうのを感じますね。さあこれがラストラウンドになります。 IBF 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、まあ、この選手が危ないのはですね、失礼、自分が打ち合いに行ってですね、そのガードを掘り出して打ち合った時にその、9ラウンド目のようにですね、相手のパンチを食らう時ですね、特に左フックを食う時、これがちょっと危険ですけどね。さあまたスピードがアップしてきましたマーク・ジョンソン。これはラストラウンド、ラストラウンドですよ。このリズム12ラウンドを戦い抜いた選手の動きではないようです。軽やかマーク・ジョンソン、余力が十分ありました。今の右フックの打ち方は悪いですよね。前へ飲めるような、その回転軸がぶれるような打ち方してますね。本当に細かい動きです。おーっと、綺麗にかわしました。低い低いダッキング。おそらく練習では音楽かけながらリズムに乗って
こういった練習もやってるんでしょう。そうですよね。この後パーネルウィテカーが出てくるんですが、ウィテカーもこういったことをよくやりますが、やりますね、それとはまた少し違う速さがあります。全体的に黒人選手は音楽つけて、練習するのが好きなんですね。この辺の動きも非常にリズミカルといいましょうか。単にこうトリッキーな動きだけじゃないですからね。相手とすればカッカ来ると思いますよ。レフリーはちゃんと戦えということでしょう。左当てます。ちょっともう手が出せません。モンテ、もう勝利へのダンスです。さあしかし一発当てれば倒すことができます。モンテ相手をこういう風に来た時に、ね、戸惑う必要ないんですよね、その胸ですよね、はい、あるいは喉目がけながらワンツー叩き込むのがいいです。ジャブワンツー持っていけばいいです、顎を引いて。そうした時に相手がこの姿勢からではそう早いカウンター取れないですよ。手を 下げてるんだけど、はい、待つ必要ないんですね。ワンツーワンツーワンツー持っていけばいいんです。あとわずかです。これ時間稼ぎやってるんですよ。ポイントを勝ってますからね。試合終了です。かなり点差が離れたんではないでしょうか。最後は、まあ、手数とは別に一番動いたラウンドではないでしょうか。マーク・ジョンソン。 12 rounds of boxing, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Pat Russell scores at 119 to 107. Judges at ringside, Gwen Adair and Marty Salmon both scored 118 to 108. All three in favor of the winner. 119対107ですね。これは12ポイント差。118対108、10ポイント差が2人。マーク・ジョンソン大差の判定ですね、はい、マーク・ジョンソン2度目の防衛に成功です。もうマーク・ジョンソンをマークしましょう。強いですね、ご覧のような戦績に変わります。3対0の判定で2度目の防衛に成功いたしました。